先生あの今更恥ずかしくてちょっと聞けないんですけれども、まあ、聞いちゃいますけれども金融政策は失業率で評価ができるというふうにあの聞いたことがあるんですけれどもこれってどういう意味ですかね <laughs> これ,、まあ、こ,れこういうふうに言うの,あの聞いたことあるって多分私の方にしか書いてないけどね。これはだからねあのー 日本のまあ、あの大学でね。金融、うん、政策を教えるときに、じゃあ何を目標にしてんですか？って言うとみんな物価の安定って言うでしょ。で、物価の安定っていうのも間違いではないんだけど、はい、物価っていうのと、実は失業率っていうのは裏腹の関係になってるんですよ。はい、これがあのまあ、どこの国も一緒なんだけどね。物価がすごく上がりすぎると失業率が下が下がって、はい、上がり上がると物価が上がると失業率が下がって。 まあ,あの、物価がすごく下がると、失業率が上がるんですよね。はい、物価をある程度のところに保つっていう言い方をするんだけど、そうすると、物価をうまくある程度のところに保つと、失業率が一番下がるっていうのが、まあ、あの経済法則であるからね。はい、だから要するに、物価を安定させるってことは、失業率を一番低く保つっていうのと、実は同じになってて。インフレ目標って言葉聞いたことありますよ。あります。インフレ目標って、どうして2%なんですかっていうときに、これが答えにあってね、インフレ目標2%って、 っていう時に失業率が多分一番低くなるんです。はい。それでインフレ目標はなぜじゃ5%じゃないのかっていうと、はい、インフレ目標インフレ率が5%だっても2%だっても失業率はあんまり変わらないんです。あ,あ、そうなんですね。そう、そうするとね、そうすると5%のインフレ率っていうのは2%で余計でしょ。 はい、それだったら2%にしましょうっていうのでインフレ目標が2%っていう,うなってるんですよね。はい、ということは要するにインフレ率っていうのが2おい高くなってどんどん高くなっても7はあまり下がらないから。と、はい、なるとそのい インフレ率高いのは余計だから失業率が一番低い時になってる時にインフレ率が一番低いところを探すとだいたい2位になるからインフレ目標2%っていう言い方なんです<っ>だから逆それを持ってみるとじゃあ物価の安定って、ね、インフレ目標2%って言ってるんだけどそれを裏返してみると失業率一番下げるってことになるわけだから要,要はあの。 金融政策っていうのはインフレ目標の達成かどうかというのでも評価できるしそれで失業率を下げるというのも評価できるっていうことになるんです、はい、だからい失業率とインフレ率というのは裏腹だっていうところから出てくる表現ですあなるほどですね、うん、あと先生の本の中にですね実質 GDP 成長率が上昇するほど完全失業率が低下すると、うん、多くの法則だっ,ったんですけど<う>これどういう 法則なんですよそれはあれでよ。あの仕事がね、あのー、皆さんの会社だって忙しい、はい、すごく忙しくなると GDP 上がるんでしょうけどね、はい、そうするとね人手不足になるるででしょ。そそうですね。れ言ってるだけですよ。だから皆さんがあれですよ働いてすごくね経済が良くなると人手不足になるってそれを、はい、あの多くの法則って言ってるだけですよ。あなるほどです、ねうん あの安倍政権の時にですね、あに失業率が5.5から2.5に下がっているというデータがあるんですよね。 今ちょっとまたあの上がりつつあると思うんですけれども、うん、今後、どのようなかこれだから経済政策っていうかね、今の言った、ね、金融政策とかそういうのね、はい、うまくやると、しつ下がるんですけどね、はい、それはの今後どうなりますかっていうのは、あれですよ、今後あの、ね、日本銀行なりね、政府がどのような政策を取りますかっていうこと,、はい、<laughs> と同じ質問だからね、<う>まあ,あの、あアホなことしたらよくないでしょってしっかり<ー>、<laughs> そういう言い方になっちゃいますよね。 部政権のように失業率はは下がるでしょ、はいじゃあそこはちょっとあの上田総裁に代わって期待は持てるんでしょうか、ね、う持てるか持てないかというとあれだよねあのそうなってほしいと思うけれど、はい、実際にあれだよね本当に賢いか賢くないかって後でしか分かんないからね正直言うとね。はい だから、本当は意外に賢そうだったけど賢、賢くない人もいるから、これ、なかなか分からないですよね、人,人みたいな話で、仕事のできそうな人だけど、本当にできるかできないかって、仕事させないと分かんないでしょ、はい、そうですね。後、はい、でしか分かんないよね。はい、なんか高橋先生の,あの大,大学の先輩そう。はい、だから、あんまり賢くないと、私も困るんだけねじゃあ、ちょっと期待させていただきますありがとうございます。うん